月6日笹川記念会館に珍しいお客様、全日本刀匠協会会長で人間国宝としても知られる月山貞一さんと、日本美術刀剣保存協会の清水忠次さんが伝統芸術の良き理解者で旧知の間柄でもある笹川会長を訪ねてこられたものです。非公式の訪問ということもあり、笹川会長も気軽に刀剣談義に応じ、刀剣にも造詣の深いところを見せました。月山さんは会長の誕生日までに刀一振りを作り、会長にプレゼントすることを約束。鞘を示してその計画を説明され、笹川会長も2人を昼食に招待、久しぶりの再会を喜び合いました。